ただいまから知事定例記者会見を始めます。本日は知事からの発表項目が3件ございます。1件目は宮城県不妊検査費助成事業の開始について、2件目は選ぶ選ばれる宮城飲食店コロナ対策認証制度における認証基準の改定について、3点目はオミクロン株対応ワクチン等の早期接種のお願いについてございます。それでは3件続けて知事よろしくお願いいたします。はい、はじめに宮城県不妊検査費、検査費助成事業を明日11月1日から開始いたします。それでお知らせいたします。近年の晩婚化、晩産化などを背景に不妊の検査や治療を受けるご夫婦は増えております。妊娠不妊は年齢の影響を受けるとされていることから、不妊を心配されているご夫婦が早めに病院を受診し検査を受け、必要に応じて適切な治療に踏み出していただくことを後押しするため、不妊検査の助成を始めるものでございます。対象となる方は、妻の年齢が43歳未満で、夫婦ともに検査を受けていることが条件となります。不妊の原因は男性、女性それぞれでございますので、あることから夫婦の両方に検査を受けていただくこととしております。対象となる検査は、医師が必要と認めたものであれば、検査項目の指定はございません。助成額は夫婦1組につき上限2万円としており、今年度は令和4年4月1日以降に受けた検査を対象としております。訴求いたします。この事業を活用して不妊検査を受けることができる医療機関の情報は県のホームページに掲載しており、お配りした資料の QR コードからご確認いただきます。なお医療機関の情報は順次更新することとしております。ぜひ多くのご夫婦の目に留まるよう情報発信にご協力いただきますようよろしくお願い申し上げます。次に宮城飲食店コロナ対策認証制度の認証基準の改定についてお知らせいたします。国が示す認証制度の標準的な基準例の一部が見直されたことや、新型コロナウイルス感染症に関する科学的知見が蓄積されてきたことなどを踏まえ、感染対策と社会経済活動の両立を図る観点から本件の認証制度の基準を改定することにいたしました。今回の改定は現行の認証基準37項目から15項目を削除した22項目とし、そのうち6項目を緩和するものである。削除及び緩和する項目は国の標準的な基準例や改定内容や感染か、接触感染にかかるものとなります。主な削減項目はテーブル等共有物及び各所の消毒に関する取り扱いや、利用者の連絡先の把握及び従業員等の感染時の対応などである。緩和項目の主なものはテーブルカウンター間の間隔配置で、これは異なるグループのテーブルとテーブルの間隔を1メーター以上としていたものを、対人距離の間隔を1メーター以上とするものであります。今回の改定の内容はいずれも緩和に向けたものであり、認証店にさらなる取り組みを求めるものではございません。改定後の認証基準は明日11月1日を施行いたします。認証店の皆様におかれましては、改定後の認証基準のご確認の上、認証基準をご確認の上、引き続き感染防止策の徹底をお願いいたします。また県民の皆様におかれましても、引き続き食事の際の基本的な感染対策マナーをお守りいただくとともに、ぜひ認証店を積極的にご利用いただきますようお願い申し上げます。次に次にオミクロン株対応ワクチン等の早期接種の願いについてご説明いたします。こちらのスライドをご覧ください。先月末から接種が開始されておりますオミクロン株対応ワクチンでありますが、1回目2回目の接種が完了した方、1回目2回目の接種が完了した方、満12歳以上の方、それから前回接種から3ヶ月以上経過した方、こういった方が対象ということになります。こういった方たちがオミクロン株対応ワクチンを1回目接種することができるということになります。
接種を受けるためには、接種回数に応じた対応した接種券が必要となります。今までに配布された接種券がお手元にある場合はその接種券を利用使用することができますが、従来型ワクチンで3回目接種を受けた方が4回目接種の対象でなかった方、受けたが4回目接種の対象でなかった方、従来型ワクチンで4回目接種を受けた方については4回目5回目の接種券が市町村から順次発送されているところであります。接種券を紛失された場合はお住まいの市町村にお問い合わせください。なお仙台市におきましては8月15日までに4回目接種を終えた方の接種券を本日発送する予定と伺っております。次に接種の状況についてでありますが、3回目までの接種率は特に若年層の割合が低調となっております。現在接種が進められておりますオミクロン株対応ワクチンにつきましては、高齢者など5回目の接種券が未着の方が多いこともありますが、10月27日時点で 4.7% と全体的に低い状況となっております。現在使用しているオミクロン株対応ワクチンはオミクロン株と従来株それぞれに対応した2種類の成分を含んでいるため、従来型ワクチンと比較して現在流行しておりますオミクロン株に対してより高い効果が期待できることに加え、今後現れる可能性のある変異株にも有効である可能性が高いとされております。最後に県民の皆様へのお願いでございますが、例年年末年始に新型コロナウイルスの感染が拡大しています。帰省や受験の準備等に支障を来すことのないよう早めのワクチン接種をお願いいたします。またこの冬は季節性インフルエンザとの同時流行も懸念されています。定期接種の対象である65歳以上の方などはインフルエンザワクチンの早期接種もご検討いただきたいと思います。私からは以上でございます。私も接種券を受けたら接種いたします。ありがとうございました。ただいまの発表項目について質問をお受けしたいと思います。質問に対しましては、はじめに社名をお名乗り願います。それでははじめに宮城県不妊検査費助成事業の開始について質問ございますでしょうか。どうぞ。各信号を出してよろしくお願いします。子ども事業の、まずどれぐらいの利用を見込んでいるのかということです。あと今度これも去年度の新規事業としてあったと思うんですけども、開始が、11月と結構遅れたことの理由がありますか。よろしいですか。はい、まず事業費を3700万円、事業費3700万円で1850組の応募への助成を見込んでおります。例年これぐらい検査を受けておられるということでございます。でこの時期がこの時期になったというのはですね、いろいろ医療機関等と調整させていただいた結果、この時期になったということでございます。できるだけ早いという思いはありますけれども、調整の結果行ったということでございます。来年度以降は、4月からずっとスタートしていきますので、今回は11月ですけれども、来年度以降は進むというふうに思います。今回も4月1日から遡りますので、特に、業者の答えについてはご不明のかということは考えております。はい、どうぞ。東高速小田です。不妊検査費そのものもですね、大体どれぐらい、医療機関によって違うと思いますけれども、かかるのでしょうか。それのうち2万円というのがどれぐらいの割合になるのか教えてください。はい、大体、不妊検査費用が1回いくらぐらいで、何回ぐらい受けるものなのか、回数は分からない。まずマイク。あ、こっちか。はい、子ども家庭支援課です。お話あったように、その方によって様々なんですけれども、おおむね2万円を超えるケースが多いということで、まずは2万円ということを設定させていただいております。家計の事例などでもおよそそのぐらいの額が、多いということで、そちらも参考にさせていただきました。かかる方については検査項目によってはそれ以上かなりかかる方もいらっしゃいますし、それ未満で2万以内で収まる方もいらっしゃるという状況になっております。以上です。
はい、確認も含めてお伺いいたしますけれども、事業費の3700万円というのは、まず利用、不妊検査を行うカップルが1850組程度年間あるということから試算したのかということと、それからおおむね2万円というのが大体それで賄える額ということで、そこから算出した事業費ということに考えてよろしいでしょうか。はい、ご質問にお答えします。大体その、1850組、3700万という数字につきましては、不妊検査を、希望する方、不妊治療に進む前にですね、不妊検査を希望する方の推定として、このぐらいの数が、いらっしゃるだろう、子供を望まれるご夫婦の数などから推定させていただきました。実際に検査を受けた人数ということではなくですね、推計で、あくまでも推計で算出しております。で、値段については2万円で足りるだろうということではなくてですね、もっとかかっている方もいらっしゃるというのは把握はしておりますが、一定程度のまずは助成からということで、少しでもその検査を受けるハードルを下げてですね、早めに若いうちに検査を受けていただいて、本当に治療が必要な方については少しでも早く治療に結びつけていただきたいという趣旨でこの額を決定させていただいております。私の娘ね、これしっかり言いましたけど、上の娘は去年不妊治療検査を受けてちょっと治療したら、それでなんか妊娠したみたいなこと言ってましたですね。ですから、なるべく早めに希望される方はまず検査を受けた方がいいのではないかなと思います。で、今回は男性も女性も両方受けた場合、ご夫婦で、あるいはカップルで受けた場合ということにさせていただきました。はい、この件に関しまして他にございますでしょうか。はい、どうぞ。どうぞ。科学新報ビデオです。対象となる方の中で検査開始日の妻の年齢が43歳未満ということで、はい、この年齢に設定している理由を教えてください。はい、不妊治療を行った場合の効果は年齢の影響を受けると言われておりまして、不妊を心配されているご夫婦が早めに検査を受けていただけるよう年齢の区切りを設けました。また検査の結果、不妊治療に移行した場合も不妊治療の保険適用となる条件が、治療開始時の妻の年齢が43歳未満になりますので、早期の検査を促すという意味で43歳という年齢したということであります。不妊治療の保険適用となる条件が、治療開始時の年齢43歳未満となっているということで、43歳までですよということで、余計に皆さん促して早く検査をしていただきたいと考えたということであります。わかりました、ありがとうございます。あとですね、関連すると思うんで質問するんですが、不妊症だけじゃなくて、最近あと不育症という妊娠したけども流産してしまったり、はい、流産してしまった方も一定数いらっしゃるということなんですけども、不育症の方への支援というのを検討して考えていくお考えがありますか。今のところはまずは第一弾として、不妊治療の検査費用助成でありますが、不育症というのも今だんだん増えていると、晩餐化の影響があるというふうに思いますけど、増えておりますので、こういったようなものはですね、医学的な知見を持った方にアドバイスいただきながらですね、どうすればいいのかということを考えて、次の施策として考えていきたいと思います。ありがとうございます。この件に関しまして、他にございますでしょうか。なければ次に選ばれる宮城飲食店コロナ対策認証制度における認証基準の改定について質問ございますでしょうか。はい、どうぞ。次の川原です。よろしくお願いいたします。はい、先ほどちょっとご説明の中ですいません質問を出していただいた質問ですけれども、これは新たに認証を受ける方の要件ということですか。実際にもう受けているステッカーが貼っているお店あるかと思うんですけれども、そこのお店にもこれはもうやらなくて緩めて大丈夫だよということでよろしいですか。はい、そういうことです。すでに認証を受けている方は緩まるということですね。で、新たに申し込む方はこの基準を適用しています。
ちょっとこの全体の背景といいますか、まあ、今街中の飲食店どこもパーテーションがあったりですとか、はい、レジの間のこうのれみたいなのがあったりですとか、はいはい、まあ、結構飲食店の方々いろいろ気を使っているというのがこの2年半ぐらいなのかなというふうに受けていますが、はい、これが緩和されることによって飲食店の方々にとってはどういったメリットがあるかというふうに考えでしょうか。はい、毎回例えばレジのパーテーション一つ取ってみてもですね、年を取ったから声が聞き取りづらいということでこうパーテーションを開けてですねこう話をされる、お金払うにまだこうやってお金払ったりされることもあったらしいんですが、まあ、そういった煩わしさがお客様にもありませんし、お店の方もかえって大きな声を出さなきゃいけないという問題もあったようですので、まあ、そういったようなことが改善されるというふうに思います。レジのパーテーションはあるいは、会計処理の場合の接触感染による感染リスクの声、こういったものは削除させていただきました。まだテーブルの消毒、毎回テーブル消毒していただいたんですけれども、それも、削除するようにいたしましたので、お店の負担は相当軽くなるのではないかなというふうに思いますね。ありがとうございます。はい、この件に関しまして他にございますでしょうか。で、なかなか我々ちゃんとお店には伝えますけれども、分からない場合もあるので、メディアの皆さんからもよろしくお願いします。県民の方がやってないんじゃないかなとね、勘違いされて、お店にクレーム言っても困りますので、可能したということで、全県民にお知らせしたいと思って、記者会見でお話しいたしました。はい。それでは次に、オミクロン株対応ワクチン等の早期接種のお願いについて、質問ございますでしょうか。よろしいですかね。これから接種券がだんだん届きますので、だんだん増えてくると思いますけど。それでは以上で知事からの発表項目についての質疑を終了いたします。